もっともっと私たちはまあいきなりにねこう裏側の方から入ったんですけれども、もともと KFQ の正門はねここなんです。南の方が正門で、この門をもっと前の方に交換門として、あの交換門、もっともっとのこの金星天本殿の開門なんです。で、これが南向きなんです。だから韓国では正殿とか宮殿とか、あの山城とか山城とか全てがあの南の方にある開門が正門なんです。はい、だからこちらの方が南になります。だから唯一に南じゃなくて北が正門になるところが一箇所あるんです。皆さん最後にいらっしゃる水源城が北の方が正門です。なぜかといえば水源城の場合はあのソウルから南の方にあって、王様が来る時に北から入るから、水源城の場合は北の門が正門で、他の門が全部南の方にあるのが正門なんです。まだ皆さん手前の方がこの前見えてる大門がありますけれども、実は昔20年前はこれがなかったんです。これがなくて何があったかわからないですけれども、朝鮮総督府の建物があったんです。で、朝鮮総督府の建物をわざわざ日本合併時代の時にこれが見えないよ、韓国のこの最初にできている正宮が見えないよ、わざわざここで朝鮮総督府の建物が建てた。もともと朝鮮総督府の建物は実は南山といってハヤトホテル、さっき私言ったんですよね、日本の神社があったところ、南山というところにあったんですけれども、わざわざこちらの方に移したんです、日本総督府の。